で一つ言ってるのが腕相撲です。腕相撲。腕相撲っていうのはダウンスイングなんですね。皆さんこんにちは。大熊バッティングセンターチャンネルの大原です。今回ですね、手の使い方っていうのをね、詳しくやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。よろしく頼むぞ。バッティングのスクールとかでもよく見かけるのが、バットをこう横に使う方が多いっていうことですね。ボールが前から来るんで、やっぱ前に出したい、バットを前に出そうとして、バットが寝た状態、手が横に向いてる状態でこういう風なバッティングしてる子がすごく多くて、でもそういう子たちの結果ってどうなってるかって、ヘッドが出てくるのが遅れて、反対方向に逆方向にピョンとボールが行ったりとか、そういう光景をめちゃめちゃ最近目にする。そこで一つ言ってるのが腕相撲です。腕相撲、腕相撲っていうのは真ん中でこう握った後に、まあ、こういうふうにこういう使い方しますよね。じゃあこのバットに置き換えたら、この状態っていうのはもう負けてる状態ですね。負けてる状態から起こしてくるっていうのをの動きと、真ん中に置いてる状態から畳みかけるっていうこの動きの違いで、バットで言えばこうなってる状態からスタートするのと、ここにある状態からこのまま使えるようにするのと、どっちの方が強い力で瞬発力、スピードをかけれるか、手の使い方によってバットの使い方が変わってくるし、スイングの軌道も変わってくるっていうことで、それで皆さんにお伝えしたいと思います。腕相撲、この意識でスイングしていくとどうなるかっていうところをね、やっていきます。本当にね、こうやってやってしまうとバットリーとはこういう動きになるんで、こういうスイングはさすがにないんで、どうなっていくかというと、まあ、トップがあったとしたら、このままこの形のままバットを引っ張りだ、寄せるイメージから、そこから腕相撲返しに行く動きですね。これを一連の動作でやっていくと、トップを作ったらそのままこういうスイングですね。このままこういう、まあ、いわゆるダウンスイングと言われるんですね。上から下に落とす、その形になっていきます。これはね、やっぱりスイングでいう基礎の部分だと思うんですけど、皆さんね、ここをやっぱりおろそかにしてる分、バットが寝てしまって、腕相撲でいう負けてる状態からスタートして、ね、ボールはまっすぐ来るので、まっすぐ出そうとしてきて、まあ、よくラインで打つとかよく言うんですけど、ラインで打とうとしても、結局このヘッドを返すタイミングが分かってない子が多いので、分かってたら別にそれでも打てるんですけど、それを分かってないままずっと手が出てる状態、右バッターの場合は左手がずっと出てる状態で、いつこの芯の部分が、いつこれが出てくるっていうことで、出てきてる間にボールに当たってしまって、ファール、空振り、まあ、未脚方向に飛んでいくっていうケースになってるってことですね。僕が言ってるのは、こう立てることでヘッド、まあ、芯の部分ですね、こっちを早く出す意識でバッティングすると、スピードボールにも対応しやすいし、なおかつ打球をしっかり、ゴロじゃなくて打球ライナー性、フライ、まあ、遠くに伸ばす、まあ、長打ですね、を打てる角度に入っていけるようになるっていうことですね。それで腕相撲の使い方の意識、手の使い方は横じゃなくて腕相撲を倒しに行く、畳みかけるような意識で使うということですね。はい、それではですね、練習法など紹介していきたいんですけども、まずね、その先ほど言ったこう手が横になっている腕相撲で言ったら、負けてる状態からスタートしている子たちのなってる動きっていうのをやっていきます。構えとかね、みんな当然普通にこう構えてるんですけど、トップを作って今から振りに行くぞって、この時にみんなこういう形になるんですよね。でこの原因が、まあ、一つ言えば下半身の回転の動きによってヘッドが落ちてしまう。でこの落ちた状態からのスタートでスイングに入ってしまうから、体、右肩が出やすく、本当にこの部分でしか捉えることができない。であともう一個悪い点が、ここから手首が返っていくんですけど、返るときにバットがヘッドアップで言って、ヘッドが上がってしまうんですね。こうボンと上がってしまうんで、ボールの上に当たりやすくて、みんなゴロになるケースっていうのがすごく多いです。ちょっとやってみます。こういう感じですね。こうなってるけど、こういう風な感じで横に振りすぎて打ってしまう。まあ言ったら横振りってやつですね。こういう風に振ってしまう。であともう一つは、先ほど言ったこの腕相撲で言うと、負けてる状態から
勝ちに行こうとするとどうなるかってことですね。だからこう負けてる状態から勝ちに行くと煽ってしまうスイングになるんですね。要はバットが波を煽るっていうような動きですかね、をしてしまう。でだから自分が思ってるところにバットが通ってくれない可能性が多いと。でこういう子が、ね、すごく多くて、体が開くんで体の開きを直したいんですけどどうしたいですか。で体の開きのことに、ね、目が行きがちなんですけど、その手の使い方次第で体が開きやすくなっているのか開きづらくなっているのかというところを見えてない、そこ分かってないっていう子たちが多いんですね。なので、こうではなくて、ね、腕相撲この形っていうのをね、皆さんに伝えたいなと思って、じゃあそれでは、今からじゃあその腕相撲、このね、ここからスタートのグッと押さえ込む、まあ畳み込むようなイメージで、ちょっと打ってみます。この状態ですね、手首が立った状態でこういうふうに押さえ込む、押さえ込む、こういうイメージです。グーッときて押さえ込む。なぜそうやって振っていくといいかというと、バットのボール自体はね、やっぱり丸ですよね、丸、まあ、でバットの面の部分もこれ全部丸ですよね。で丸と丸がぶつかるときに、例えばこうやってまっすぐこう当たろうとしたら、本当に綺麗にあの面でしっかり当たる、まっすぐの状態で当たらないと前にこう綺麗に飛ばないですよね。ちょっとでも上に当たると手首バットが返ったときにはボールは下に行くゴロで、ちょっと上に行ったらボールはチップフライファールになりやすいですね。けど今みたいに腕相撲の力使い方で上から下にこう落とすことによって、ボールとバットがボールの真ん中に当たったとしても、ここにスピードがかかる、バットの下にスッとスピードがかかればボールはバットにくっついてくれて、回転が、ね、こういう回転に変わって打球どんどん上がっていって飛んでいく、またはライナーで飛んでいくっていうことになるので、丸と丸がぶつかるんで上から下に斜めに入れていくとボールの下に入っていきやすくなるんで、ライナー性とか強い打球が生まれやすいですよということ でこの腕相撲の使い方、上から出すっていうことを伝えてるだけで、ゴロを打つために上から出してるっていうわけではないというところをね、ここも含めて皆さんね、勘違いしないようにしてほしいなと思います。で手の使い方でいうと、まあ、片手でねやってみます。丸い例がこうですね、横に使うんでバットがこう煽ってしまう。いい例は腕相撲のイメージでこうね、下に使う、こういうですね。今のだけでもやっぱり打球ライナー線だけがビュッと上に上がるような感じになるんで、そういう風に使って、こういう風に最後にね、自分のちょっと僕のホームなんですかね、ホームでその使い方で打っていきたいと思います。こうきたら低めも落とすだけなんで、基本はこういうですね。ラストいきます。こういう風ですね、バットを前に出す動きじゃなくて下に落とす動きなので、低めでも膝を使える、重心を使えるので、下半身の力もしっかり伝わるので、こういうね、強い打球打つ練習、そして詰まりやすかったりね、やっぱりそのミスショットファールが多いなって思う人たちは、このやり方ぜひ試して、手の使い方、ここにもね注目してやってみてください。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。それでは失礼します。